しいけど絶対見てくれよな。決まったおい、お前ら絶対見てくれよな。おいかかろと、はい、よし切った切ったそれでは、本日の主役、はい、藤巻京介くんの、はい、誕生日インスタライブの始まりです。誕生日おめでとう。はい、せーの。 Happy birthday to you!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 
食えるわ。タケル何食べたい？俺、カニ食べたい。カニ食べたい？カニ…カーニーさー、これさ、見てるデジャブ。あ、カニの問題あった。何？カニの問題あるの？よし、じゃあ、ごまどれがいい人って言ったらどうだっけ？わかんない。これだ、じゃあ、もらいます。サラムが…こちらも？サラ…あ、はい。これ、終わり？終わり。ありがとうございます。終わり。京介さん、座っててください。もう全部やるんだよ。あ、ごめん、全部やる。いいの？タケルある？コーミさん。コーミさん。サラさん。あるある？あるある。あるある。じゃあカニの問題出していい？みんな。カニの問題、何も欲しいよ。めちゃくちゃ盛り上がるね。カニの専門問題いきまーす。はい、肉もちなみにあった。あ、肉も全部入れよう。もう？うん、全部入れよう。すもうさ、もう鍋にしよう。問題。いやいや。カニは、接続動物の何類に分類されるか。甲殻類。あ、正解、甲殻類。ありがとう。かわいや。続いていきます。ダダン。軍艦巻きにもされるカニの甲羅の中身。正解。やばい。素晴らしい。甲羅の中身の部分は何と呼ばれているか。素晴らしい。はい、見ます。めっちゃ食べ方すごい。これエチゼンガニや松葉ガニのように漁獲された地域の名前が付けられているカニといえば。メガガニ。違います。メガガニ違います。何それ。これさ、エチゼンガニや松葉ガニのように漁獲された地域の名前が付けられたカニといえば。何？ヒントは？え、みんなが聞いたことあるカニです。あ、その種類ってこと？なんとかカニ。タラバカニ。違います。ズワイガニ。あ、ズワイガニ正解。やる。おらー。見たか。素晴らしい。バースデーボーイ。何さ。いきます。カニは英語でクラブ。正解。クラブ。クラブ。最後。あ、うわっ、うわっ、やられた。これだ、これだ、これだ。見えたか。見えた、見ろ。これだ。出したぞ。京介が出したぞ。何を。お前が出たぞ、出たぞ、出たぞ。これや、これだ、これだ。お前も、OK。いきます。やってる、やってるな。オオクニガニとも呼ばれている日本近海に生息しているカニといえば。ケガニ。正解。ありがとう。あ、奇才かよ。すごい。奇才かよ。ケガニ、すごい。ラジで。これこうか。あ、ちょっとラジで。ただまだ肉入れちゃったからさ、ちょっと。ごめん。ちょっともう難しいやつ言って最後。いけるかもね。カニザオ英語で。カニザを英語でクラブ。クラブ。違う。カニザ英語でスコピオン。ああ、惜しい。なんかそういう感じで言ってほしい。プロメテウス。プロメテウス。違う。シュダー。シュダー。違います。二文字目。キキキキングクラブ。違います。キャンパーニュ。あ、一番近い。キャンバス、キャンバス。あ、近い、近い、近いですか。キャンプス、キャンプス。あ、惜しい。キャンパス。あ、違う、キャンプス、キャンプス。全然違う、全然違う。答えお願いします。キャンサー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 。はい。え、みんなこれで食べてる人いる？ポンス。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 ここにおったポンス。なんでここにおんねん。ポンス。よっしゃ。食べて肉食べて。全部食べろ。ごめん、なんかすげー。全部食べろ。肉もいいんじゃない。みんな全部いただきます。欲しい人いってね。はい、どうぞ。なんかじゃあ、はい。うわ、すげー。インスタライブってもう好きに入れちゃってください。ポンスお願いします。ポンスね。これでさせばいい。やったー、いきます。あ、これポンスじゃなくてポソスかもしれないです。ポソス。いや、カタカナのもうそんで読むなよ。ようやってるけどね。俺たちもそればっかやってるから。何回やってもらえる。ありがとう。じゃあ気をつけ、後ろからロロノアとかもクチクチノアとか言うからね。誰クチクチノアとクチクチクチノアとクチクチノアとクチクチ。肉うますぎる、やばい。
肉まい。カニ限定は入るんですよ。え、これカニの食べ方教えてよ、これ。カニ食べたら食べるの忙しいね、これな。ね、自信になっちゃうわ、俺。いや、マジで。うわっ、ちょっと美味しい。うまっ。よかった。よかった。食べるの美味しいってみんな。食べな。よかったよ、きよちゃん美味しかった。ポンス。すみません、ポンス。いいっしょね。いや、ポンス。ありがとう。ポンス。ポンス、エグいの食っていい、こういうの。食べて。いや、泣ける。泣けるでしょ。泣けるね。これに関しては何やったっけ、カズレーザーさんだ。食べろ、いっぱい食べろ。泣けるね。泣けるのよ。でこれはどうやって、教えて教えて。あっちゃあっちゃでかこえ、こっから身剥がして、あ、これが身なんだ。やばい、なんか初だね。初カニ、初カニです。マリはカニカマしか食ったことない。マジかわいい。もね、用できてるから最近こういう感じ。そう、はい、大正解じゃない、これ大正解だ。見つけて食べるから、よっしゃ、食べ。あいいね、いいね。ね、違うね、これあるから、筋が。あぁ筋が飛んでた。筋が入ってる。筋って出てくるかも、ジンの口から。いいって、ジンの口から出てるか。どう、みんな京介お母さんお水取って。ありがとう。どうだよ。どうだよ。汚い。いや、一番美味しい、美味しい。うまっちー。うん、やっぱ京ちゃんのコメントいっぱい読んだって。いっぱい京介も京介ってきてるね。マーケーもうまい。いっぱいさ、今日の靴下黒だねってきてる。なんで見えてんだよ。怖い怖い怖い。ボスマキ、これからも INI 束ねてね。うわぁ、俺が一番下パーだな。何だっけ、何だっけ、食べよう食べよう、もう何でもいいね。サウジアラビアから見てるよ、誕生日。すごい、ありがとう。嬉しいね。嬉しい、マジで。サウジアラビア、サウジアラビと、あ、ラビと、サウジアラビアといえば石油ですね。うん、それしかわからないです。カニ巻き問題出したかったけど、うん、え、サウジアラビアの首都ってどこだっけ。え、危ない。なんか、え、めっちゃ出てきた。なんかあの3文字ぐらいのカタカナじゃない、3文字の。え、何や、アラブ首長国連邦はどこやっけ。そうだ、ね、カイロ、カイロはエジプトじゃない。エジプト。サウジアラビアはわからん。お、カイロはエジプト。俺はスタッフさん調べてくれて、スタッフさんが。だっけ、サウジアラビアのリアド。え、リアド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 、うわー、でも3文字当たったわ。すごいね。何文字しか当たってない。賢いね。いやいやいや、最近さ、賢い、最近もう君たちのおかげでさ、ね、もうめっちゃめっちゃ鍛えられてる。金が出してくれるからないですもんな。本当だよ、ずっと問題してくれてな。ありがとうな。ありがとう。そう、2回目の食べ方めっちゃ汚いよ、俺。ブラジルの真反対から見てるよ。日本やないかい。ここやないかい。うまいことやないかい。うまいこと言うね。いいね、いいね。うまい。カニ巻きカチューシャつけてほしいということで、カニを贈呈いたします。気をつけ、つけろ。断ったのに。いけ、カニ巻き。スタッフさんがつけろつけろ言うからさ。おー、いいね。すごい。さ、これ来た。あ、茹でろ茹でろ。こいつ茹でろ茹でろ。来てくる。みんな責めてこいつを。超攻撃だ。冗談。冗談。俺は単調に。単調にやるのに。激しい。自分で。激しい。生やから生これ。音だ。生。音が鈍い。生放送みたいな。生。インスタライブだ。来た。これや、皆さん。皆さん見ろこれや。これや。規模、たくさん規模やから、京介の乱暴でたくさん規模や。あれあれあれ、もうつけたからいいよ、つけた。まあ、ちなみにそれ多分一番うまいと思う。食べた、食べたよ、ほんと食べた。一番美味しいの食べたよ。いただきます。食べた、食べた、どうぞ。結構食べたよ、炊けるって。うん、なんか焼肉行った時も、あの、大きい肉あげるんだよね。そうだよ、マジでね。だって
みんなに大きくなってほしいもん。なるほどね。舐めてるってことだ。違う違う。下に見てる。下におばちゃんは舐めてるってことだじゃん。銀玉なんだよ。そうだよ。全員みんな見下してるから。そうやな。そうやった。もっとでかくなんなきゃさ。肉一緒にもろこしみんなね、全然みんな食べてる。これ、これの食べ方をない。これあっつー食べたくーあっつーやっつーこれの食べ方むずいね。ね、うん、これみたいなやつ。そう、とりあえず頑張ってこそぎ出して食べれる部分食べたけど難しかった。チーチーチー、はい、うん、よっしゃ。私は好感度上げに来てますかね。おいおいお前の好感度が下がる。いや、こういうところで下げるさ。なんで落ちてんの。ダメだった。だけるぞ。ただの化け物。はぁけるマジで。ケガいつもやってくれるからな。なマジで今日すけさ、25歳の方聞きたい。あー、好きに聞かせて。でも聞きたかった。いやお前の気持ち聞かせだろ。気持ち聞かせ、聞かせ、うん、言葉だいぶ負けだぜ。言葉巧みに聞かせてくれよ。言葉巧み、うん、はい、でね、うん、まあ契約に行くから。おどうする。契約に行くから抱負とか決めない。あー、めんどくさいから。なるほどね。うん、それ縛られるの。縛られたくないの、そういうさ。いや、それあるよ。決め事に。うん、ね、だから自由に生きるから。うわ、いいじゃん。フリーダム。Take it easy だね。そう。Take it easy。だから、抱負なんて言わないよ、俺は。いや、ありだね。そうよ。それってありだよ。自由な。それってありだよ。そっちの方がね、パッと思いついてガッとね。そうでしょ。うん。じゃあタケルは、うん、この間の誕生日で何て言ったの、抱負。え？俺？うん、その今年の抱負何て言ったの、それ覚えてなきゃさ。確かにその抱負を言ったんだったら覚えてる。いや、ここで言ったら叶わなくなっちゃうから。なんで？そういうことや。なんだよそれ。ここで言ったら叶わなくなっちゃうからさ。そんな何悪いとこ起こる今。うん、違うよ。悪い場なの今。そういう言い方しないね。だ、言おうよそれは。自分が決めたさ、抱負を言おう。一回決めたことは叶うまで言っちゃダメなんだよ。一旦確認したいの俺。なるほどね。あとで二人で教えてあげる。二人の時に。どう？いいな。全部入れていい？入れよう。入れよう。ナイスナイスナイス。いいね。やっていこう。攻めま。じゃ。攻めま。おお、いった。入った。野菜が。うん。レッツゴー。おお、レッツゴー。レッツゴー。作って嬉しい。レッツゴー作って。ジンのレッツゴー聞いて嬉しい。本当？うん。誕生日プレゼント。もう一回お願いします。え、たくみさんのからいただいて。ああ、行きますか。行くよ。カカオ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 カカ思ってた。本番も言ってよ。本番。あ、いい。え、女嫌がってたのよ。じゃあ。サマソニーでじゃあ。何言うか。やるぞ。やるぞ。やるぞ。言っちゃってたのに。だからミニも、ミニもレッツゴーって可愛く言っちゃうじゃないか。確かに。Yeah.
顔もないガチで痛いなってガチで痛いうまっうわっガチの叫び声出すなジジイのくしゃみやってそれやるんだよみんな、やって楽しみそうさんそれ気合い入れてねみんな俺その時に読みますから、ね、そこだけやってほしいねみんなに ねぜひ盛り上がるなんかさ今日の4分でも何とねあのオフライントーク会でもさ、うん、レッツゴーやってって言われたらじゃあもうジンのものってやってんだよめっちゃいじまいさなんか嬉しいなでもマジでだってジンがなやっぱなね、そこから京介がハマってくれてそうそうそうマサヤがもうニヤニヤしながらなんかもう見えないつ来るかみたいなそうだよ、だからずっと、ま、待ってたんだよね、俺練習の時とかさありがとう言ってくんないかなって思ってたいや、言いますよ、嬉しいですね、嬉しいよ、俺もいや、マジで公式掛け声になって、うん、嬉しいです泣けるね泣けるねいいねいいね、泣けたよすごい、うん、泣けるこあ、ミニがキングダムミニからしいよあ、ほんとこれまだ行ってないんだ最新のやつ見たいね、ミニコーナーにしてそっかやってんのか実写版あれ実写実写実写か、うん、一番熱いとこよ熱いね熱いなキングダムな3役そう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 え、見てるんだ、みんなうんリストちょうどそこら辺まで見たんだよあ、そうかそうかねえ、はい、そこら辺全然進んでないけど何回はもっと何回ばっかり言った何回は巨大な怪物だけやね人間なのか怪物なのか分からない何回が一番好きやもんね何回しますよ、ねえ、なんかいろいろ来てるよコメント、うん、コメントなんかそのレッツゴーのやつ、うん、こっちも本気出すから絶対歌ってる時笑わない笑わないよね絶対笑うわけねえじゃん、うん、誰ねえ、全力やからキョウちゃん、ミニに、はい、アーチであ、これはマジでやったよ、こっちこれは嬉しいなんでじゃあ、これアーチやけどあーやばいせめて、せめてカラー取ってあげるねカラーカラーカラーやったらいいだろくじすぎるのはい、アーチで、アーチでショーじゃないショーマンでしょ、ショーマンじゃ下にアーチって口ショーマンで、それショーマンでそうしたらこの地面でちょうど割れてこう入っていく卵食べたくないですねまず生卵入れてえ、なんだっけ、テストステロンだけだっけテストステロンテストステロンテストステロン値向上向上な向上するからね100名だって毎朝卵5個生卵トレーニングトレーニングジャッキーチェーンあの、コールドシャワーコールドシャワーしてるしてるしてるめっちゃ大事やね大事でしょタケルという人は最近朝活してるんですか2月、ちょっとすぐに2週間ぐらい前までね、めっちゃ何日もしてたんやけどちょっとそう、もうね、無理違う暑いね、そういうことね灼熱すぎてマジで暑いからな日本の夏そろそろね、もっと危険マジやばい、危険日本の国の夏はいや、誘うわあ、そうでしょ本当に、ずっと来る人もちなみに朝活したら来たい人いるこの中まあまあまあ、予想はないんだけど。大体。本当にしてるよ。最近してる、最近してる。本当に疲れたじゃん。疲れた朝。いや、してない。そうなんだよ。そうなんだ。一人でしたいんだ。違う。俺が誘った時無理してた。じゃあ無理してた。マジ無理してた。なんか言い換えて、いいかね。そうね。サマソニーもだってね、確かに暑くなるだろうからね。大阪とか来てくれるみたいだけど、ね、確かにめっちゃ暑いからめっちゃ暑いんだよねやばいっすね気をつけんのな気をつけんのなんでな水飲みながらライブ見ていいよむしろなそうだなそれは間違いない野菜食べれそう食べれるよあーよ食べていやマジでありがとう野菜待ちしとった野菜待ちしてたありがとうな食べてねありがとう京ちゃんあれ LINE 一番最初やったんだよあ、ナイス誰だってそれおめでとうおめでとうほんと聞いてよこれまたさ聞きたいこれさお得意すぎこれさ聞かせて聞いてまあまあ最初が多分ヒロミかなおぇーヒロミマジかよヒロミってマジかよなったんですけどあとね来てないかえ俺起きたじゃんジンが朝だから夜はあ、寝てきたの朝朝夜を別に
ってくれたのね。でも昼間くらいだ。ああ、そういうことね。まあ多分ね。でいやいやいいのいいの、そんなの、そんなことはマジどうでもいいんですよ。いや、なんか気持ちが大事だからね。そんなどうでもいいんですよ。早く4万の前に戻る。だから今日持ってこいって言ったのに持ってきてって言ったのに、ここでインスタライブ飲もうよって言ったら来てよ、忘れたからアホ忘れたとかアホか普通にさこれさ、いやそんなのどうでもいいの、こいつさピンク、ピンクカラー、ここのメンバーはね朝ねおめでとうって言ってくれた、朝よかった、一番最初に言ってくれた、そうそうそう、リッサンって LINE も送ってくれたね、おめでとう、嬉しい、いい人ってなんじゃないけど、こいつさピンク、ピンクだよ、こいつさすげえ、今日やってたんで、ヨンタンとオフラインとね、うん、そのもうお昼過ぎくらいに、あ、お母さんが誕生日おめでとうだって言われて、あ、おめでとうそれでおめでとう、面会まあ、俺のお母さんが、その京介、誕生日だね、おめでとうって LINE ね、うんうん、ありがとうございます、何くれてたのよ、なんだっけな、ちょっと待って父ちゃん、25歳おめでとうと伝えてください、ワンって言ってたのよワンって言ってて、あ、そうだと思って、昼頃ね、京介、あ、それお母さん誕生日おめでとうってツイート瞬間に誕生日やん何の弁解にもなってねえじゃん、おめでとうそのまま説明してくれてありがとう機械の話しくなんかスラッと入りすぎて、あの日常すぎて、まあまあね、ああまあそうそうそう、それを言って思い出すの、そうですね、あとね、この言わして田島と西ね、田島西さんそうよ、見てるか見てるか見てんだろ、絶対今今ビクってしてるだろ、この二人言ったんですよ、インスタライブ来るよねって言ってたな、これ多分残しとこう、行きますって言ったんだけど、うん、帰りましたあ、はい、これやばいよ、田島と西見てるか、ほら見てた、来るやん確かに、見てたら来るやん、田島は特にね、なんかでもだってさ、いつものやつね、俺めっちゃイメージあるけど、タジめっちゃいるイメージある、確かに、ね、確かに俺とマサヤなんて俺最後に出たの自分の誕生日だもん、言うかそれで、その前がタケルの友情室大阪城ホール、大阪城ホール古すぎるこの2年で俺今日3回目おめでとう、しかも今日も友情出演、違うから俺が言ったんだ、俺が誘ったんだよ、今日も友情出演、友情出演じゃないです、言いながら泣いた、泣いたくそ呼ばれへんなーって呼んだから、ちょっとね、こーれさあ、そうなの、ね、最近結構ね、きついじゃないですか、でも申し訳なくて、まあ、当日もできないってなって、次の日もまあ結構朝からのスケジュールで遅くなって、その後インスタライブするからって言って、今回申し訳ないから俺一人でやりますって言ったの、はい、そしたら多分こう適当にね、こう組み込んでくれたのがそのメンバーだったわけで、なるほどね、俺が今のメンバーを全員呼びました、なるほどね、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう、ありがとう、全然ありがとう、嬉しいね、ありがとう、嬉しい、雄大は来てる、雄大も帰り際なんかいつだろ、なんかボケって帰ってあいつは今見たら、ジンできんかと思ったいや、できんだろ、雄大雄大は確かにできんだ、雄大なんかやったら違うと思う、雄大なんかスタッフさんスタッフさんとしてビビるべ、マジでビビるべビビるべビビるべ、うん、おもろいな、超面白いわ今日、ね、おいしいカニ
じゃあカニいっぱい食べた？そうね。確かに。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗に食うな。熱い。すごい。食べさせたらダメだな。確かに。いい子。いいね。ちゃんとね。あ、ちょっと待って何やったっけこれ、もう無理や、もう無理や、消しちゃった。よし、そうそう、ケーキ行きたい。お、いいね。ケーキ食べよう。よし、どうぞ。いただきます。ありがとう、ありがとう。俺これ持ってやるわ。じゃあ、デカケーキ越しの京介。よし、ハッピーバースデー京介。京介映るかな。24年8月10日25日、5年アニバーサリー、イエーイ。おめでとうやな。うまそうだよ。めちゃくちゃ美味しそう。これさ、サイズさ、やっぱダウンしたじゃん、ボリューム、うんうん、こんぐらいがちょうどいいよね。ね、てか、そう、いつもすごい肉球の後かわいい。マジだ、ほんとだ。京介、登ってきて、ここに、足音残して。京ちゃん、あんた、マサヤはさ、本当俺たち寄せれるからな。忘れてねえよ、本当に。忘れてねえよ。暑いな、ここ。溶けちまうよ。お、ぬくもりを感じる。ぬくもりを。いけるいける。いけるいける。よし、来たよ、本命ケーキ。本当に。じゃあ、溶けちまうケーキが。うん、いいね、誕生日って素敵だね。さあ、京介、入党する？はいはいはい、します。どうぞ。パーン、切れるかな。パーン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 。危ない、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 かなめるな。プラスチック製なんで、ね、一応ね、プラスチックです。プラスチック。いきます。見れたって、包丁さばき。いきますよ。行きまして、ここにワンちゃんの心の声を押しだけでいくわ。いや、やだこれ。一度入れたら、一度入れたら、大胆だね。大胆不定期。もはや無敵。ゲイ！ゴ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 イ！ナイス！ナイスキャッチ！ナイスキャッチ！嬉しい。お皿持ってくれ。4等分で考えてる。誰か食えない。優勝してんの俺だ。優勝してんの食えない。まあ俺は、まあ100個入れてますから。違う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 。もうスムしてる。ズームではあるけど。ズームズームですね。お、ナイスです。ラマトーリオ1名不在。誰ですか、これ。ほんまに。ラマトーリオなんて終わりましたからね。まず正式に終わってないよ。あいつはだってもう引退したから。ラマトーリオ引退宣言したから。そう、僕は甘いものが食べれませんって言ってた。いや、もう甘そうよ。ちゃんと引退宣言でした。よっしゃ、じゃあ、きょうちゃん、誕生日にね、せっかくまだ用意していただいた。あれ、まあ、6以上できてるから、しますよし、食べるよ。ペロ食べちゃうから、やったみんなきょうちゃんのこと好き。みんなきょうちゃんのこと大好き。そうよ、ほんと愛されてるよ。おう、嘘つくね。愛されてるよ。たけちママすぎて結婚してほしい。ありがとう。これ俺がコメントしよう。あ、分かった。ありがとう。自分の脳内容だ。じゃあ食べます。はい、よし、いただきます。青いね。青いよ。青い、何か。うん、うん、
うまプリン。うまうまいわ、やっぱこの。これ、ショートケーキ、これ。うまいわ。ケーキめっちゃ美味しい。ショートケーキが好きです。毎回このフラワーのケーキの味好きなんだよ。うん。いいよね。うん。美味しい。うわうわあ、大丈夫か大丈夫頼もしくないわ。あ、めっちゃ美味しい。ケーキできてる。うまいな、やっぱ。りょうちゃん、誕生日おめでとう。いい一年にしてください。うん、あんま優しいね。優しいんだよ、みんな。みんなね、優しい。みんな優しいからさ。助けま万能だよ、そのなんていうんだろう、こういう、ね、種類が多い汎用性レパートリーっていうか、ね、何が来てもいける気するよ、うん、ね、食べんの動詞に寝るか、寝る巻きとか寝巻きとか睡眠巻きとか全然何それもないから睡眠巻き、あ、いいね、うん、お盆巻き、お盆巻き、後藤巻き、後藤巻きさん、後藤巻きさん、素晴らしいね。クイズとかで間違えた時に後藤のなんかめっちゃしっくりきたんだよ。友情してんしめてるよ。友情ですよ。お前、喜んでるか。この間消えかけたんですよ。そうだったんだ。そう、どっかで亡くなったの。もう亡くなってたよ。亡くなったの、うん、え、嘘でしょと思ったら、アサリストさんがちゃんとこう管理してくださって、よかった。そうそうそう、いつ発したっけなと思って、ね、喜んでる。喜んでるかな。そうそうそう、ガキンです。ねえよ、最後の一口食べたいらしい。え、ほんと？なんだった。じゃあ、いくよ。あはははは、大丈夫。もうこれごと行く。それごと、その、この四角ごと、じゃあ、だいぶ、ほんとに大きな口開けてね、これ入れるからね。いくよ。すーせーの、せーの、いい声に入れてすー、いや、そうか、感性の音が出てる。頭いいんだよな、この後藤と池崎が頭が良いだな、マジで。もう前だけ言うと、もう問題出すとき、3秒ぐらいで終わるから。すぐ答えられるし。すごい。全部しっかり出てくるね。いたずら巻き、かわいい。声大丈夫？かわいい。なんか問題出したいな。出しよ、はい。食べて。食べてよ。京介、お笑い得意やんか。はい。じゃあ、例えばね、みんな答えるもんないよ。一発ギャグみたいな、その人の代名詞みたいなものを言うんで、その芸人さんの名前を答えてください。はい、了解。コマネチ、北野武さん。お、正解。素晴らしい。ビートの佐々木さん。ビートたけしさんだろ、大体監督してるんですよ。すごい映画監督するラブ注入、楽しみさん。あーっと、あいや、ルネッサンス、池田翔さん。あー、正解。おもて滝川クリステルさん、正解。一発ギャグじゃねえ。一発ギャグじゃねえ。ギャグやと思った。いきます。いや、なんかあるもん。ギャグじゃねえだろ、あれ。いきます。あと2問くらいね。右から来たものを左へ受け、無理か。うわくそ、無理巻き。いきます。バスケット。いきます。最後、あの頃は。わざこさん、正解。一発ギャグじゃねえんだよ。全然持ち何のやつでした。ありがとうございました。スタッフさんがそろそろスクショタイムしてくださいって。おもろかった。しますか、スクショタイム。ね、もうやめろってこと。もうそろそろ時間やって感想まで。やめろって。もたけなわでございまして。何その言葉。周りが近づいております。かっこいい。賢いな。マジかっこいい。じゃあ、チーズ巻き。
カニ。カニ。カニ。カニザレス。カニザレス。チェイ。チェイ。チェイザレスコープ。チェンサー。チェンサー。キャンサー。キャンサー。キャンサー。ごめんごめん。せーの。キャンサー。キャンサー。カニザー。カニザレス。獅子です。獅子座。さあ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、絵も描けなわということで。おお、そうだ。なんだね。学習能力高い。高いよ。記憶力よ。10秒前だ。実直な性格してますもんね。いや、むずすね。何それ。恐縮です。いやいやいや。それ普通。じゃあ、気をつけ、なんか、最後に一言で大丈夫？あ、大丈夫です。大丈夫大丈夫です。じゃあ、誕生日おめでとう。おい、おめでとう。おめでとう。アップコースト。じゃあ、みんなの、みんなもおやすみなさい。おやすみ。ありがとう、見てくれて。ありがとう、おやすみ。バイバイ。今日もありがとう。気をつけ、素敵な一年にしてな。え、なんて素敵な